ちなみになんかまだ聞けてない想定内で我々がしてない質問とかってありますかね。どんな番組出たんですかみたいなのとか来るかなと思ったけどね。まあ、アメトーク、テレビ千鳥、うん、はい、あとどんなのありました。関西テレビのマルコポロリっていうのもこの間出させてもらって、はいはい、番組を、うん、それもなんか実力あるのにくすぶってる芸人での枠で出させてもらったよ。え、それだから実力認められてんだよ俺。え、それちょっとオファー間違ってませんか、誰か他の。間違っ、ね、間違ってねえよ、多いからねピン芸人。いやいや R1 決勝行ってんだよ、実力あるだろ。まあ、あの全部噛んだやつですよね CM 前に。いや違う、それはコメントは全部噛んだけどネタは噛んでない。全文字噛んだっていうね、噛めない。あのじゃあもらってもらってたら CM 行ったんですよ。ハプニング映像じゃんそんなの。そっかそっか、じゃああれだ、結構そういうのを見てまたうちでもっていう人が続いてくれるとね嬉しいですよね。そ う, そ, う、まあ、そうだね、うん、でマルコポロリでもやって盛り上がったのが、はい、あの40過ぎて売れてない芸人のことをあのみんな知ってると思うけど、タイガ世代って言うんですよ。いや付き合えないよ。いやそうだね、タイガ世代って言うんですよなんて、なんか草野球に。そうだね、まあまあまあ聞いてみましょうかね。まあまあ、でも春日さんも言ってましたよね、あの第6世代のことを春日世代って言うみたいな、うん、昔ね。そうね、私とね、うん、同じぐらい出てきた人を言ってましたけどね。そうそう、まあまあ聞いてみましょう、うん、あ、タイガ世代って言うんですか。タイガ世代ってこのライブシーンではタイガ世代って有名なんだけど。あ、そう、誰がいるんですか。ポージングもタイガ世代。あ、もうエルシャラカーニー、うん、マシンガンズ、うん、ビッグスモールン、うん、俺の飲み仲間じゃない。何がタイガ世代だよ。いや、もうこれらのライブシーンの売れてない40過ぎて売れてない人たちをタイガ世代っていうことになったっていうの決定事項で。あ、もう、あ、そうだ、タイガさん勝手に言ってるんじゃなくて。いや、それでマルコポロリで40過ぎても夢を諦めない男たち、それがタイガ世代っていうのをやってきたの。はい、あ、なんかレボリューション的な動きで。まあ、いや、レボリューションっていうか、まあ、そう、タイガ世代 T になってるの、ここが T になってる。一回一回ちょっとレボリューションやってもらえますか。レボリューション、あ、タイガ世代ちょっとやってもらえますか。タイガ世代。その引く位置が変わってるだけだ。下じゃなくて横にしたっていう。スタートを変えた。じゃあ違いますもんね。じゃあ違う。違う、全然違う。全然違いますね。チキン持ってないだけで。あ、そっかそっか。あ、タイガ世代って言うというので。でそれやったらみんな真似してくれて、タイガ世代っていうのやってくれたの。へー、いいですね。そうそうそう、そういうのもどんどん続くといいですよね、うん、そうなんですよね、ご家族の反応はどうですか。いや、家族もめっちゃ、やっぱ嫁は仕事決まるたんびによかったねって言ってすごい喜んでくれてるし、はい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 、あの母親とか、あと保育園の先生たちもすげえ応援してくれてて、テレビ見ましたお父さんとか言って言ってくれてるね。ああ、本当ですか。これは嬉しいね、うん、息子さんは分かるんですか、テレビ出てるタイガさんのこと。あ、分かるよね、大地おいで。うん、あ、そうか、お子さん大地ね。大地こっちおいでよ。ほら、オードリーさん、オードリーさんよ。大地、大地、オードリーさんいる。大地、大地だな。お前誰だよって言う。お前誰だよ。オードリーだよ、オードリー。いや、タイガさん、変なこと教えちゃダメですよ。そうよ。いや、変なことじゃないんだよ。ちゃんとしたネタなんだ。しっかり。嫁もいるんで、嫁も。あ、奥さんも奥さんも来てんじゃん。何着せてんの。タイガさん、うん、はい、同級生とのオンライン飲み会じゃないんで、急にお子さんと奥さん出されても困るんですよ、はい、いやいや、せっかく家のズームだからさ、うんうん、大地くん、お父さんテレビの仕事増えてきて嬉しいね。パパお前パパ厳しい。大地が一番厳しかった。うわ、まだ、まあ、そうか、頑張んないとな、まだな、お父さん芸人として。ちょっとタイガさん、うん、